間ですね、セロリをね、いただきました。うちのスタッフからね、ちょっといただいたものなんですけど、このセロリ、葉はね、結構ね、もう捨てることが多いと思うんですけど、今日はね、この葉を生かしたソースですね。はい、ジェノベーゼ。まあ、ジェノベーゼって言ったらね、バジルなんですけど、今日はそのバジルをこのセロリに変えてですね、セロリのジェノベーゼソースをですね、今から作ろうと思っております。はい。もうね、材料をミキサーに入れてですね、ぶっ込むだけの料理なので、すごく簡単に、できます。はい。なので、今日みたいにですね、このセロリの葉、捨てずにですね、今日のをぜひ参考にしてみてください。はい。それでは早速始めます。はい。今日使う材料ですね。こちら、セロリの葉。結構大量にね、と、この間ね、それこそ、今セロリを使ってですね、セロリのぬか漬けとか、あとこの間はね、ピクルスもね、作ってみました。余った葉っぱですね、こちらと茎もね、1本使います。そしてまあナッツ類ならね、アーモンドでも何でもいいと思うんですけど、ね、塩気のないナッツですね、カシューナッツ。そしてパルメザンチーズ、アンチョビペースト、もうこれを入れるだけでね、もかい味になるので、ぜひこのアンチョビペースト入れてください。そしてエキストラバージンオリーブオイルです、ニンニク以上を使って今からセロリのジェノベーゼソースをですね作ります。今日はねフードプロセッサーを使います。はい、葉っぱと、まあ、茎の部分とこんな感じで入れて、爽やかな香りが最高っすね。はい、こんな感じでね、ちょっと全部やっていきます。量がね、それこそね、このセロリのね、ジェノベーゼソースもですね、まあ、バジルと同様にですね、まあ、お肉料理とかね、お刺身にちょっと添えるアクセントとかね、そういうのにもいいかもしれないですね。次回はね、ちょっとこれでね、パスタも作ろうかなと。綺麗な色、綺麗な色、こんな感じです。こんだけあった量がね、これだけになりました。鮮やかな綺麗な色でしょ、これ。いい香り。もうこの上からね、洗わずナッツ、今日はカシューナッツ使います。そしてニンニク、あとはもう全部オリーブオイル、あとパルメザンチーズですね。はい、ひとまず全部混ざり合ったところで、こちらの先ほどのセロリのジェノベーゼ、
はい、合わせたらこんな感じですね。これをさらにミキサーにねかけて清潔なタッパに入れるという感じです。全部いけますね。全部いっちゃいます。そしたらこれに入れて、はい、今日はですねセロリの葉を使ってですねセロリのジェノベーゼソースを作ってみました。ちょっと容器の方はねこちらの方に変えて、すごく鮮やかな、鮮やかなこの色ですよ。で香りもねすごい、さっきね味見したんですけど、口の中にこう広がるこの爽やかなこのセロリの香りがねほんとたまらないですね。でパスタとか白身魚の上に乗せて、焼いたりするとこれ非常に美味しいと思います。はい、セロリの葉は捨てずに今日のぜひですね参考にしてまた作ってみてください。はい、今日の動画が良ければグッドボタン、またチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回お楽しみに。